ラブポップは1996年に刊行された村上龍の小説。女子高生の援助交際を題材としている。副題にトパーズにと記されており、1988年のトパーズに連なる作品である。1998年に安野秀明により映画化された。ヒロミは今時の女子高生。カメラで写真を撮るのが趣味である。 夏休みを控えたある日、彼女は仲間のちさ、なお、ちえ子と一緒に渋谷へ水着を買いに出かけた。そこで見つけた12万円するトパーズの指輪が欲しくて、たまらなくなる。他の3人の協力を得て、デパートの閉店時間までにその代金を援助交際でゲットすることになる。やりたいことや欲しいものは、思った時に始めたり手に入れたりしないとダメなのだ。しかも、 そんな高価なものは援助交際をして得たものでしか手に入らないということも彼女たちは分かっていた。早速12万をくれるという親父とカラオケボックスで過ごしていると親父はマスカットを噛んで口から出してほしいと言ってきた。その願いを聞き入れた4人は無事に12万円を手に入れるが4人で得た報酬なので4人で山分けをしたいと広ロは言う。広ロは 自分だけで得たお金であの指輪を手に入れるといい、閉店時間をタイムリーミットにして一人で援助交際を開始した。相手に選んだのは、一緒にレンタルビデオ屋に行ってほしいという変態入った青年などなど、ひどい体験ばかり。しまいには、キャプテンのぬいぐるみと話す、ちょっと変わった青年と入ったラブホで、彼に暴力を振るわれ深く傷ついてしまう。結局、 デパートの閉店時間に間に合わず、指輪を買うことはできなかった。しかし、家に帰ったヒロミは、ちょっぴり大人になっていた。安野にとって、初めての本格的な実写映画であり、スタッフロールの最後には、監督、安野秀明との表記がある。最後まで行く援助交際をすると決めた、女子高生のツイを回想を交えながら描く、物語である。 家庭用デジタルビデオカメラを一つのシーンで同時に5台使う形で撮影され、上映時間110分に対して、撮影時間は160時間に上った。アビッドテクノロジーの最新機器によるノンリニア編集が全編に施され、フルデジタルで制作された初の放課である。メインとなる女子高生役を撮影する際は、カメラの前に置いてその場で自由に演技をしてもらい、 欲しい部分だけを切り取って編集した。演技指導は作り込みすぎずにリアリティを持たせるために、あんのは、台本は、無視しちゃっていい。この言葉が入っていれば、あとは、自分のしっくりくる言い回しに変えていいよと指示し、制御はほとんど行わない、即興劇の体裁をとった。特殊なアングルからのカットや、新世紀エヴァンゲリオンにも見られるようなテロップの、仕様など、 アンの秀明らしさも少なからず、含まれる映像となっているが、ストーリー的にはほぼ原作に忠実に作られている。当時、一般的にはまだ無名だった、仲間ゆきえのビキに試着シーンが、短時間ながらある。エンディングは当初、メインの女子高生役の4人が、宮古島の海で遊ぶシーンとなる予定で、実際に撮影もしていたが、主演、三輪のあすみの歌う主題歌。 あの素晴らしい愛を、もう一度をバックに4人が並んで渋谷川をひたすら歩き続けるという象徴的な演出に変更された。主人公の吉井博美を演じた、三輪のあす美と、広美の姉役を演じた、三輪の瞳は、実の姉妹である。ありがとうございます。